徳川義徳7月24日から1963年4月17日は日本の陸軍軍人家族。清水徳川や第8大党首にあたり陸軍で航空分野を主導した。軍人としての最終階級は陸軍中将。家族としての尺位は男尺。1910年12月19日午前、軍公式の飛行試験で日本国内で 初めて飛行機により空を飛んだ。徳川吉徳1910年12月14日、代々木連兵場において、滑走試験中の日の熊像は飛行に成功し、これが日本国内初の動力飛行機の初飛行とされる。しかし、初飛行の根拠となっている距離は、初飛行を報じた一万長方の記事内の60メートルは、記者の目測でしかなく、 取材していた他球氏は距離を記載しておらず、初飛行とも報じていない。また、当時欧州で数少ない実際の飛行を見たことがある日本人であり、飛行機研究の第一人者だったこともあって、事実上の現場責任者として間近で中止していた田中立愛吉博士や実際に操縦した日野自身もこれが初飛行であったとの発言は行っていない。記者自身も、後日、 少しでも地を離れると手を叩いたり万歳を叫んだりした。と書いている。また、飛行とは翼の揚力が機体の重量を定常的に支え、操縦者が意のままに機を操縦できる状態を指すため、飛行ではなくジャンプであるとして、航空力学的にも初飛行とは言えないとする意見もある。19日には公式の初飛行を目的とした。 記録会が行われ、日野、徳川の両方が成功し、これが改めて動力起発飛行として公式に認められた。記録会前においては、当時天才発明家などと報道されていた日野の方が、はるかに有名人であり、新聞記者も徳川義徳には直前までほとんど取材活動をしていなかったが、徳川、日野の順に飛んだため、アンリファルマン機を狩る徳川大尉が、 日本初飛行ということにされている。これは徳川家の血筋でありながら没落していた清水徳川家の徳川義徳に日本初飛行の栄誉を与えたいという軍及び家族らの意向だったと言われている。ただ、たとえ名家の出身であっても陸軍の方針として軍内部での扱いは表面上は平民と同じであったこと。 またこの時期の清水徳川家の没落の状況は、先代の徳川敦島モが、経済的に困窮死者位を返上し、また、金庫刑を下されるなど、不名誉な状態であったため、この指摘は適切ではないとする意見もある。ただそういう状態であったために、徳川後三協の一家の名誉回復の、またとないチャンスであったのは事実である。ともあれ、日野の記録は抹消され、 12月19日の徳川の飛行をもって日本初飛行の日とされている。以降、徳川は陸軍の航空機畑の看板として順調に引き立てられ、重野清武らを排除して出世した。重野の飛行免状は世界中で通用する万国飛行免状で、徳川のフランス国内限定の操縦士、四角免場より格上であり、さらに重野の方が 飛行技術も教え方もずっと上だったことが徳川は気に入らなかったと言われている。いびじ出されたシュゲノはフランスへ渡り、第一次大戦でエースパイロットとなる。一方の日野は翌年自身が設計の機体、日野式飛行機を開発するがそれでも左遷され、以降軍務において航空機関連に用いられることはなかった。公職追放の該当事項は、正規陸軍将校。 14日に早くも2メートルの高さで100メートル余り、16日には高度3メートル、距離100メートルを飛行したが、いずれも滑走中誤って離陸という発表にされている。ありがとうございます。